ところで、潜航艇ということはかなり小型のものなのですか？小型といっても、全長は平均的な潜水艦の3分の2くらいかな。あら、意外に大きい。通常動力型潜水艦と違い、原子力潜水艦だからね。船体も大型となる。通常動力型潜水艦とは？ディーゼルエンジンと蓄電池による潜水艦のことだよ。これだと定期的に海上へ浮上しなければならない。しかし原子力潜水艦ならば、原理上は何年もの間潜航可能だ。何年もの間海中で過ごせると？そうだよ。水や酸素なんかは？海水から真水を生成できるからね。それを使って酸素の生成もできる。もちろん二酸化炭素の除去も可能だ。まあ、生ゴミやトイレの排泄物などをバイオ処理できる装置もついているそうです。食料は？幸か不幸か、乗組員20名のうち18名が最初の数週で亡くなってしまいましたからね。その人たちの食料でテオさんたちは食いつないできているそうです。ただもうそろそろ限界に近づいているのも事実です。 NNR4 が探査艇であったのも幸運だった。探査艇には資料採取用のマニピュレーターアームがついているからね。テオたちはそれを使って海中の生物を採取している。テオさんの能力は使われていないのですか？もちろん使っている。マニピュレーターアームで採取した生物を艦内へ入れるとき、どうしてもテオのテレポーテーションを使わざるを得ないしね。加えてこの3年は食料が尽きてきているので頻繁に使っているようだ。船体に接触している生物ならテレポーテーションで艦内に飛ばせるからね。主にカニが取れるらしい。ただテオの能力も無限ではない。超能力分子を充填しなければならない状況に来ているのも事実だ。絶体絶命に近づいているってわけじゃね。ええ、テオさんが言うにはもって半年だそうで、これからどのような計画で救助に当たられるのですか？早急に詳細を詰めていかねばならないな。だがな。苦手なんでしょ？オーナー細かいことダメだから。そうなんだよ、私は完全に行き当たりば、あ、もとい臨機応変に対応するタイプだからさ、細かく計画してあーだのこうだの、あーでもないこうでもない、いやさ、こうでもないあーでもないなんて考えるの、全く性に合ってないんだよね。わかりますわ、すべてがインスピレーションのオーナーですものね。それがまたドンピシャに当たるから怖い。まさに神のインスピレーション。さすがお前たち、わかってるね。でもさ、今回の作戦は逃げ道のない海底でのものだろ。だから分刻みの作戦立ててないとマジで危ないんだわ。大丈夫大丈夫、総支配人が何とかしてくださいますから。だな。だよな。ご愁傷様です、総支配人。あ、いえ、総司令官。つくよさん頼るしかないか。オーケー、サンプリング終了、アーム入れてください。ラジオ、アーム収納します。上出来上出来、ジギーちゃん、シミュレーターにかなり慣れてきたね。ジギーさん、上手。上手ですか？いや、実はジギー上手なんですよ。ジギーちゃん、じゃあ今度は上昇します。覚えてる？上昇の時は？もちろん、ウェイト全部切り離すんですよね。正解、さすがだよ。ジギーさん、さすが。いや、実は僕さすがなんですよ。
久保田さん、お世話になってます。あ、お兄ちゃん。お、来たか。って、なんだ、前一人か。美人のホテルオーナーはどうした？すみません、休養が入ったとかで。ちゃ、楽しみにしてたのによ。仕方ないでしょ。久保田さん、ほんとごめんなさい。今度は絶対。まあ、楽しみは後にとっとくさ。ありがとうございます。久保田のおじちゃん、ほんと変わらないね。最低。で、久保田さんどうですか？ジギーさんは？いいね、典型的な褒められて伸びるタイプだ。アンナも同じ。そうだったな。アンナは小さい頃から褒められるとすごく頑張る子だった。でしょ、でしょ。ジギーちゃん、今日のところはここまでにしておこうか。次回は上昇と浮上の練習に進むからね。ラジャー。あ、シミュレーターから出る前に今日までの分頭の中で温習してイメージ固めておいてね。ラジャラジャ。久保田さん、それで無人探査機ですが。はいよ、準備できてるよ。すみません、何もかもお願いしちゃって。問題ないよ、先輩がまだ生きていらっしゃるってんだから、できることは何だって手伝っちゃうよ。ありがとうございます。にしても驚いたよね。てっきりツンドラの出現で眠っておられると思ってたのに、海底で生きてるってんだから。そうですよね、普通だったらとても信じられない話です。普通だったらね。これアンナ。ああ、大丈夫大丈夫。ひょっとしてご存知なんですか？ああ、ガラスとか能力者とかってのだろ。久保田のおじちゃんはすでにご存知ご存知。そこまでご存知だったんですか、ジギーさんから。違う。いやさ、今回の件でこの前話に来た人が美人でさ。つくよさんですね。そうそう、つくよさん。俺初めてだよ、あんなおしとやかな人。おしとやかですか。でも信じられました？まあ普通だったら無理だわな。ですよね。ならどうして？あんな人からコンコンと説明されたらそりゃ信じちゃうよね。やっぱり相変わらず女性に弱い久保田のおじちゃん。おまけにさ。おまけに？超能力ってのを見せてくれて、あんなの見たら信じるしかないわね。つくよさんが能力を披露したんですか？へえ。初耳だったけど、超能力ってのは使うと寿命を縮めるんだってな。だから一つだけしかお見せできませんがってんでさ。一つだけっていうのは、あなたやろうと思えば複数できるってことかいって聞いたら、そうだってんだな。これがつくよさんみたいに複数の能力を持っている人は稀みたいですよ。だろうな。でないとあんな若さで幹部にはなれんよ。で、俺、じゃああなたの体に一番負担がないものを一つやってみせてってお願いしたんだよ。つくよさん、何やったの？いわゆる投資ってやつな。へー、投資能力があるんだ、つくよさん。で、何を見ましょうかって言うからさ、ちょうどあの日、俺紫色のパンツ履いてたんで、じゃあ俺のパンツ何色か当ててって言ったら、顔色も変えずに真顔で紫ですね、だって。おじちゃん最低。あんたはスーパーマンかいって突っ込んだら、これがまたおしとやかにクスって笑うのよ。それでグラッと来ちゃったと？おうよ、当然。ただな、考えてみりゃ能力者が自分の能力を披露するってのは結構危ないことでもあると思うんだよな。さすがです。だからさ、もう信じるしかないじゃん。さすがなんですけど、久保田さん。ん？多分そういうとこも超能力もどきかもしれませんよ。もどき？つまりそのマインドコントロールっていうか、ハニートラップ的手法っていうか、その。ああ、なるほど、誘導されてたわけか。俺は多分普段のつくよさん、おしとやかタイプじゃないですし。マジか。マジです。
どちらかというとド S の上司って感じで。マジ？怒りました？なんで？怒らないよ。それも素敵じゃん。そっかそっか。ああ、素敵じゃん。ダメだこの親父。